こんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。今日はマジで垢抜ける方法について解説していこうと思います。 YouTube でもインスタでも TikTok でもめちゃくちゃ人気な垢抜け術の解説となります。僕自身学生時代はモデル関係のお仕事もさせていただいていて、身なりの整え方は普通の人よりは詳しいんじゃないかなって思います。今現在もこうして人前に出る仕事をしているので、結構垢抜けに関しては僕の方から解説できること多いんじゃないかなって思ってこの投稿を作ることを決めました。めちゃくちゃ参考になるし、多くの人が実践できるような内容だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあやっていこう。この投稿に関しては7項目垢抜ける方法についてそれぞれ話していこうと思います。まず1つ目が髪型です。垢抜けるために必要なことって皆さんなんだかわかりますか？そう、清潔感がね、一番重要なんですよ。清潔感において髪型はすぐ実践できるし、すごく重要な要素でもあるので深掘りして話していこうと思います。まず髪型じゃあどうすればいいんだよって思うと思うんですが、具体的なことを言うと、人気な美容室に行ってしっかりとしたヘアセットを覚えてください。まず髪型を整える際は今流行ってる髪型にするのがおすすめです。そのうち僕がよくやってるようなオールバックみたいな尖った髪型も試してみて、自分に似合うものをどんどん探していくのがおすすめです。最初は流行りの髪型を探して、サロンモデルさんだったり僕の髪型でも全然いいので、そういう流行りの髪型を SNS で見つけて、その画像を美容師さんに見せて、その髪型にカットとセットしてもらってください。やっぱりね、トレンドっぽい髪型って大多数の人からかっこいいって思われやすいんですよね。ファッションでも言えることなんですが、トレンドを取り入れるっておしゃれに見せるためにはすっごく簡単な要素で、髪型に関しても同じことが言えます。そして人気な美容室に行く理由としては、人気な美容師さんは若い人の髪を切ってることが多いので、トレンドをしっかり理解してるってのがあります。今の人と昔の人ってトレンドが違うので、若い子をねよく切ってる方じゃないと、今のトレンドの髪型だったりウルフの作り方とかそういうのあんまり分かってなかったりするんですよね。そのため人気の美容室にとりあえず行くことがおすすめとなります。最近の美容室だとヘアセットまでしてくれるので、その時にねどういう風にセットすればいいのかとかも一緒に教えてもらうのがおすすめです。ヘアセットに関してはそこで教えてもらうのもいいし、僕の方でもショート動画だったりロングの投稿でも何投稿かしてるので、そういう動画とかを見て毎日練習していくのがおすすめです。いろんなヘアセット練習する方結構いるんだけど、とりあえずね1個でいいです。基本的に髪切るときって1個の髪型を作りやすいように髪を切ってもらうので、センターパート用の髪に切ってもらってたらセンターパート以外の髪型するの結構難しいんですよね。そのため自分がどういう髪型にしたいのかをしっかり決めてからヘアカットを注文するのがおすすめです。そしてヘアセットをしてみたら忖度なく上手か上手じゃないか言ってくれる友達に一度見せてみるのがおすすめです。悪かったら改善していけばいいので、そういうヘアセットしてみたら彼女だったり友達だったりに見せてみると、どんどんヘアセットの技術も向上していくんじゃないかなって思います。はい、そして2つ目が体型作りです。体型作りに関してはいろいろあると思うんですが、とりあえずは痩せて体型維持をすることに注力しましょう。ここに関してはね、たまにめっちゃ勘違いしてる方いるんですが、脂肪はね筋肉に変わりません。筋肉をつける過程で脂肪もついちゃうってだけなんですよね。なのでとりあえずは痩せることだけ考えておけば問題ないです。もっと高いレベルで言うなら、今持ってる筋肉をできるだけ残しつつ脂肪だけ落としていきたいので、徹底したカロリー計算と一定以上の荷重で行う筋トレができたら理想です。ただ筋トレするのがめんどくさいって方や運動するのがめんどくさいって方も多いと思うので、とりあえずはね食事制限をするだけで問題ないです。食事制限の仕方としては何を食べても問題ありません。とりあえずはカロリー計算だけを意識してダイエットしてみてください。カロリー計算に関してはマイナス7200キロカロリーで、だいたい脂肪が1キロ減る計算となります。自分が摂取するべきカロリーとしては基礎代謝 ×1.5 くらいで考えて、大体の1日の代謝を割り出して、その代謝からマイナス500キロカロリーになるように食事をとるのがおすすめです。なんでマイナス500がいいかっていうと、無理なく続けられる範囲で筋肉も落ちにくく脂肪だけを落としていける程よいカロリーだからです。この基礎代謝の数値に関してはネットで調べられるので、ぜひ調べてみてください。なんなら概要欄にでも URL 載せておこうと思います。そして3つ目が眉毛を整えるです。眉毛はねマジでめちゃめちゃ大事です。僕自身眉毛サロンに行った時、誰にも言わずに行ったんですが、眉毛サロンに行った数日後に会った友達から、なんかかっこよくなったって聞かれるぐらい、眉毛サロンって行くと雰囲気変わるんですよね。顔がはっきりした印象になるし、大人っぽさや垢抜け感もすごく出るので、めちゃくちゃおすすめになります。
しかも眉毛サロンは何がいいって、一瞬でできるし、プロに全部任せておけばいいので、そこも楽な要因となります。たまにね、自分で眉毛整えようとする方いるんですが、本当にね、やめた方がいいです。男性は特に眉毛が濃いので、素人じゃ限界があります。眉毛サロンに行ってプロの方に整えてもらうとしても、大体ね、全部終わるのに1時間ぐらいかかるんですよ。そのため初心者が数分数十分やったところで、そのレベルにはね、絶対にならないです。しかも眉毛サロンね、1回あたり6000円とか7000円ぐらいでできるので、結構手頃にね、垢抜けられる方法なんじゃないかなって思います。元々の眉毛の形がいびつな方や短い方は、アートメイクしてあげるのがおすすめとなります。この眉毛サロンに関しては、だいたい3週間に1回から1ヶ月に1回行けばいいって言われてて、僕自身はもともと眉毛濃い方なので、だいたい3週間に1回の頻度で通っております。眉毛サロンを選ぶ際のポイントとしては、間引きできる場所を選ぶのがおすすめです。間引きって眉毛の毛を抜く作業のことを言うんですが、めちゃくちゃ痛いんですけど、これをやるサロンとやらないサロンじゃ全然見栄えが変わるので、間引きを行っている眉毛サロンを選んであげるのがおすすめです。そして4つ目が、服装に気をつけるです。これに関してはいきなりね、おしゃれな服装を目指さなくてもいいです。ある程度清潔感があってトレンドっぽい服装を心がけることが大切なので、僕でも他の方でも誰でもいいので、この人おしゃれだなとか、ファッション投稿してる方とかのコーデをぜひ真似してみてください。もう最初はね、本当に丸パクリでいいです。もう最初は本当にコーデの組み方もわからないし、色の組み合わせもわかんないし、サイジングもわかんないと思うので、近しい身長の方でも探して、もうサイズからアイテムまで全部丸パクリするのがおすすめです。服装に関しても一瞬でできる垢抜けなので、ぜひ最初に取り組んでほしい内容ですね。僕が高校の頃とかはファッションについて勉強するってなったら、雑誌とか有料で買わなきゃいけなかったんですが、今の時代だと SNS が普及して無料で多くの服装やコーデ、ファッションの知識が得られる時代となりました。本当にいい時代だと思うんだけど、その分ね、おしゃれな子もめちゃくちゃ増えたなっていう印象を持ちます。人の服装を見てるだけじゃ本当のおしゃれにはなれないっていう方いると思うんですが、言いたいことはね、めちゃめちゃわかります。ただとりあえずは真似するっていう形から最初は入ってあげるのがおすすめです。プロスポーツ選手ですら最初は何かしら参考にするし、勉強するって時も参考書だったり教科書がないと勉強できないじゃないですか。なので最初はこの人かっこいいなって思う人の服装を真似してファッションに慣れていくのがおすすめです。いろんな服を着ていって慣れていったら、自分自身に似合う色や組み合わせが分かってくると思うので、そうなるまではいろんな人を真似して慣れてあげるのがおすすめです。女性なんかは特に骨格やブルベ、イエベなんかのパーソナルカラーで見てコーデを組む方が多いんですが、メンズもね、これ取り入れてあげると自分に似合うおしゃれがわかると思うので、ぜひこちらも参考にしてみてほしいです。ちなみに僕はブルベで骨格はナチュラルとなります。そして5つ目が、匂いに気をつけるです。これに関しては本当に単純なんだけど、お風呂に入って香水をつけましょう。もうお風呂には入ってる方多いと思うので、とりあえず香水つけるのがおすすめです。匂いは特に男性よりも女性はすごく敏感な部分なので、モテたいって方は特に気をつけてほしいポイントです。あと意外と男性で香水つけてるって方、おしゃれに興味がある方だったり美容に気を使ってる方以外はいなかったりするので、ここは周りと差別化しやすいポイントでもあります。服を脱いだ際も匂い自体はまとえるので、そこもすごく強い要素だなって思います。どの香水がおすすめなのっていう方いると思うので、ここら辺に僕的なおすすめの香水を載せておこうと思います。これに関しても最初は割と定番な香水から入ってあげるのがおすすめです。定番の香水の方が万人受けしやすいし、その匂いの印象が多くの人にマッチする可能性があるので、定番の香水から入ってあげるのがおすすめです。そして香水を使うのに慣れてきたら、服装やその日の髪型、出したい印象だったり雰囲気や世界観に合わせて香水を使ってあげるのがおすすめです。僕は結構フェミニンな印象だったり、ちょっとクズっぽいような印象を出したいので、ディオールのソバージュやランバン、そしてマルジュラのレプリカを使うことが多いです。そして6つ目のポイントが、肌となります。これに関してはすぐに肌をきれいにするとかは難しいので、毎朝毎晩顔を洗うこととしっかりと保湿すること、そして毎日日焼け止めを塗ることを意識してみてください。ダーマペンとかポテンザーとか美容医療に手を出せるならそれに越したことはないんですが、結構お金かかっちゃうので、とりあえずはこの3点を意識してみてほしいです。意外とね、日焼け止めつけてない人多いんですよね。男性は本当に後悔するんで、絶対にこの動画を見てからは毎日つけてください。僕は学生時代中高と外の運動部でしたが、6年間日焼け止めつけずに運動してたんですよね。だからかニキビもすごくなったし、毛穴もねヤバくなっちゃったんですよ。大学に入ってからはそれを治すためにすごく時間もお金もかけたので、本当に気をつけてほしいです。太陽光に含まれる紫外線は肌に当たって全くいいことありません。
肌の老化にもつながるし、色素沈着もするし、肌も荒れるし、ほくろとかそばかすもできます。本当に自律神経を整えるのと、洗濯物を乾かす以外特にメリットないので、外に出る際、なんなら出ない日でも日中は絶対に日焼け止めをつけて生活してほしいです。日焼け止めに関してはどれがいいんですかっていう質問も来ると思うので、アネッサの日焼け止めを使っておくのがおすすめです。ただアネッサの日焼け止めちょっと高いので、 SPF50++++ のやつ使っておけば基本的にどれでもあんまり問題ないと思います。お金に余裕があるって方や、より美容をしっかりしたいって方はアネッサの日焼け止め使ってみてください。そして7つ目が、喋り方に気をつけることと自分自身に自信を持つことです。なんか急に2個あるんですが、これはね、両方につながる話なのでこうしています。喋り方に関してはハキハキと喋るようにするのがおすすめです。ハキハキ喋るために自分自身に自信を持って喋ることが大事なので、同じ項目にさせていただきました。ただね、自分自身に自信を持てないって方も多いと思うし、難しいっていう方もいると思うんですが、もちろんね、根拠のない自信を持てって言ってるわけではありません。根拠がない自信を持ってたら、なんかあいつ自信ありすぎて嫌だなみたいに女の子からも思われることあるしね。ここまで僕の動画を見てくださった方だったり、昔から僕のインスタや TikTok を見てる方は、少なからずファッションに対しての自分磨きは磨いてきてると思います。ってことはね、多少なりとも垢抜けてないわけじゃないんですよ。今まで僕がファッションだったりヘアセットの SNS の投稿をしてきてもう5年が経ちます。みんなが時間を割いて僕の投稿を見てきたってことは、その分自分磨きするために時間を割いてきたってことです。その努力に対して自信を持つことが重要となります。受験にもね、これ同じ話が言えるんですが、受験の際に緊張しない方法って、自分が今までこれだけ勉強してきたっていう事実に対して自信を持つことが重要だと言われています。ちょっと話脱線しちゃったんですが、過去の自分の努力を思い返してそれを自信に変えてみてください。そうすればおのずと喋り方だったり立ち振る舞い、そして背筋の伸びも変わってくるので、より周りから魅力的な人間に見えるようになると思います。そのためぜひこの要素を注意してみてください。ということで、7つ垢抜ける方法について僕なりの実践方法を話してきました。僕自身垢抜けについては未だに僕の中で追求中だし、まだまだ進化の途中だとも思ってるので、こういう投稿人気だったら今後も垢抜けについて僕なりにいろいろ実践してみて、いいなって思ったものを発信していこうと思うので、高評価だったりチャンネル登録、そしてコメントの方いただけると嬉しいです。それじゃあここまでご覧くださりありがとうございました。このチャンネルでは今日やった垢抜けに関することもですが、メインとしてはファッションに関する投稿をさせていただいております。それ以外でもヘアセットなんかも投稿してるので、ぜひ見てみてほしいです。じゃあそんな感じで終わろうと思います。じゃあバイバイ。